健康勉強会第29回目もうすぐ30回目、30回記念でどっか行きたいね。足湯でも行くか。30回目行くのかどうか分かりません。近くで増えて。今日は土曜日で健康勉強会なんですけれども、なんと愛知県からね、はい、なんか YouTube クラブに参加してくれる人が来るん、待ってるんですけど。何人いらっしゃるんですか。3人あ、すごいじゃないですか。道迷っちゃったんですか、ね、YouTube クラブ今日ね、なんかね6人見えるそうなんですよね。あ、すごいじゃん。でスタッフと合わせて約10人。びっくり。今記録ですねこれは。まあねこれ以上増えるとちょっと大変なことになるかもしれない。はいはいはい。でも今まで、うん、あ、おまるさん警察捕まった。んなんかいつも悪いことしてるみたいな。そうですね、後ろめたいことがして。いや別にあのパトカーかっこいいなと思って、おかっこいいなっていう感じだね。地球防衛軍みたいな車だったからね。だんだんかっこよくなってきましたね。かっこよくなってきたね、うん、だって逃げないですもんね今回も捕まった。あ、不敵な笑みをこぼして構造の中随分喋ってましたけどね、うん、ちょっと頭おかしい人が多い。普通なんかこうちょっと身代金とかね、うん、要求するとかですね、うん、目的がなんかねどうも愉快犯が多いよね。うん、困った、まあ、昔もいたとは思いますけどね、なんか愉快犯みたいな。だって何でしたっけ、グリコ森永事件とかね。僕はねそういうの全てね、僕はね食べ物の影響じゃないかなと思うんですよ。あの砂糖とかたくさん食べすぎるもんで、はい、砂糖たくさん食べると精神障害を起こすっていう、なんとなくこういろんな人が言い始めたよね、はい、玄米取ればいいと思うんだけどね。そうですね、玄米一番いいって方もいらっしゃいますよね。ミネラルがねやっぱり不足しすぎ。うん、というわけで今日の健康勉強会、あ、漢字だ、漢字だ、歯医者さんが来てくださった。今日も漢字だ、漢字の漢字だみたいな感じで、うん、いやどうやらやっぱりそのそれで昨日その後僕調べたんですね、うんうん、そしたらやっぱり患者がやっぱり非常に、口腔内が患者菌っていうカビですね、うん、カビの一種に口の中カビ入っちゃう。そうですね、はあ、で昨日の先生の話ではその入れ歯、入れ歯の裏側に非常にカビが生えていると、うん、あ、そう。でまあ申し訳ないんですけどね、今、うん、歯周病って言って一言で言ってますけど、うん、あれに携わってると思われてる菌が何百あるって言われてるんですよね。あ、だから皆さん苦労してるっていうところですよね。歯周病を治すにどうしたらいいんですか。だからそれも何百もあるんで、なかなかね、例えばインフルエンザみたいにですね、うん、でこの菌とかこの菌とか分かればね、うんうんうん、すぐ対応はできるんでしょうけれども。そうか、世の中には何百というとか、もっと何千ってあるんじゃないですか。そうそう、ただ口腔内のその歯周病が原因って言われてるのは何百って言われてるみたいで、うん、数えた人いるのかね。思いますか。まだどんどん見つかるんじゃないですか。見つかってない菌っていうのもあるでしょうから。なるほどね。だからもしかしたら今は何百かもしれませんけど、もう10年もしたら何千ってなってるかもしれません。綺麗な女の人のこの顔のこう毛穴にもいっぱいなんかいるっていう話じゃん。菌がいますよね。菌がね。ダニもいますしね。ダニもいるね。まあ、常在菌ってやつですんで、まあ、そいつらは、うん、あの守ってくれてますから、その人たちがいなくなっちゃうと困るんですけれども。うん、腸内細菌もねいっぱいいるっちゅうよね。何億っているって言いますしね。ただ昨日読んでたらその、うん、やっぱりその患者に感染するとやっぱり白くなるんですね。あ、皮膚が白くなるみたいな。そうなんか、そうそう、口腔内が白くなって、うん、カビが、そう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 、うん、だから白いカビってこの間あれじゃないですか、ガンもカビだっていうイタリアの先生がいらっしゃいましたけど、なんでそれが分かったかって言ったら、うん、全部調べるとどうもガンがみんな白いんだっていう、あ、ね、だから心筋なんじゃないかっていう仮説を立てて、いろいろ調べたらやっぱりそうだったみたいな形ですから、うん、多分やっぱりその白っぽくなるがんとか、うん、その口腔内のカンジダ菌で感染した、うん、そうなんですか、カビの生えたところですよね、うん、やっぱ白くなってる可能性がありますね、うん、で初期の時は割と簡単に取れるそうです、うん、ただこれがある程度悪化してくると、うん、ちょっとやそっとじゃ取れないぞと、でいろんな問題がある。前僕ね、足あの白癬菌に感染しちゃって、はい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 、最初なんだろうと思ったら、あのそれ白癬菌だよって言われて、白ですね。そう、白くなって、あのお風呂屋さん行ったら感染しちゃったみたいで、だからお風呂屋さん裸足で歩かないもんよね、あれそこね。靴下履いた方がいいかな。そうですね、やばい。うん。で、バスマットとかで映るって人もいますし。ああ。でね、皮膚科行ったらね、あの薬飲めば治るって言うんだけど、あ、はいはいはい、薬高いんだよ、なんだか知らんけど、
もうでも確実に治した方がいいじゃんね、うち中感染しちゃうとさ3倍かかるわけじゃん、3人分なので、そうですよね、早く治した方がいいじゃんね、水虫ってわけいかないでしょうし、うん、別にかゆいわけじゃないんだけど、あの早く治さないとあのずっと残ってちゃうよって話でね、爪にこう感染する人もいるじゃんね、爪水虫、水虫もカビでしょですね、もう心筋ですね、完璧にカビです、がんの仲間ですね、僕が言わせれば、だから全身そういう風にね、カビが生えてきちゃうととんでもない話になっちゃうんで、